オリーブオイルと、はい、おい、の時間です。町田マチルダです。坂本八です。はい、この町ニューでは株式会社シティコミュニケーションズの最新情報や各店舗のイベント情報などを発信していく企業ニュース番組です。です。はい、今日はですね、まずこちらをご覧ください。お、はい、じゃじゃーん、町ニューオリジナルスタッフジャンパーです。はい、こちらですね、はい、番組ロゴがね、新しくなったおきに作ってみました。はい、なんかね、これ着てね、取材とか撮影行ったらなんかちょっとテレビ番組っぽいなって、ぽいね、なりますね。これね、街頭インタビューとかね、いますね、いますね、ハチ公前あたりとかで。あとこれ着てね、総理官邸前から生中継っていう。だとそれは怒られちゃうんでね、やめてください。はい、本日の街ニューラインナップはこちらになっております。本日はですね、スパダマイ、ビストロファボリ、代官山の2店舗からのニュースを中心にお届けしていきます。スパダマイの新製品、ダマイセルリファームボディスクラブの販売が開始されます。世界1位の賞も獲得したことのある代官山スパダマイの新製品、ダマイセルリファームボディスクラブが4月29日より店頭及び EC サイトにて販売を開始いたします。ダマイのセラピストたちが開発したプロ仕様のホームケア製品、こだわりは独自成分による温感の心地よさとマッサージ効果です。世界を代表するブティックスパ発祥のボディケア、体だけでなくおうち時間にも潤いを与えてくれます。私実はすでに持っていてですね、はいはい、実際に使用させていただいたんですけれども、まあとにかくいい匂いなんですよ、うん、まあ、スクラブなんでお風呂場で使うんですけども、まあ、お風呂場がもうダマイのいい匂いで、それいい、そのあれ実はダマイ独自の、まあ、シグネチャーオイル配合で、ボディクリームもそうなんですけれども、もう本当ダマイの製品でしか嗅げない匂い、そうなんです、すごく好き、はい、自分もね、ボディクリーム使ってるんですよね。そうですよね、その匂いを楽しめるってところもあって毎日使ってますからね、本当、うん、ね、清潔感のある香りで、本当男性にもおすすめなんですよ、うん。ビストロファボリの代官山チーズケーキが大好評です。3月31日に販売開始したビストロファボリの代官山チーズケーキ、 EC サイトを覗いてみると予想以上の売れ行きで販売開始からすぐに完売状態に。代官山チーズケーキは小麦粉、白砂糖を一切使わない、それでも美味しく食べられる健康的なチーズケーキで、爽やかな甘みとミルキーな味わい、マイルドな酸味と旨味が特徴です。砂糖には奄美大島諸島のサトウキビ 100% のスダキ糖を使用、自然の甘みを感じられる砂糖で素材の美味しさを損なわず、白砂糖不使用でも甘さやコクを保管することができます。ということで、まあ、現在入手が困難な代官山チーズケーキなんですけれども、今回特別にご用意しましたので、早速2人で食べてみたいと思います。やったすいません、はい、こちらの代官山チーズケーキ、はい、2種類ありまして、はい、プレーンとロカボローシュガー、うん、このロカボローシュガーはよりヘルシーなチーズケーキになっていまして、大豆、きな粉、やすだきと、うん、あとココナッツシュガーを使用しているんですけども、本当な一般的に販売されているチーズケーキなんかが60キロカロリーぐらい、低いということでですね、本当の普段から代謝を気にされている方だったりとか、あとアスリートの方々にも召し上がれるようになっています。まあね、ダイエットでちょっとこういうの気にしている女性はもちろんなんですけれども、うん、今サラリーマンボクサーとして頑張っている長石部長も ね、 そうですね、食べられるってことですね、はい、そういうことです。というわけで早速、はいはい、いただいてみたいと思いますが、実はこの代官山チーズケーキ、食べ方にもいろいろあるんです。ほうほう、冷凍、半解凍、全解凍と3つの状態で味や食感が異なるので、お好みの状態をいろいろと試していただきたいです。おすすめは半解凍です。こちら室温15分間解凍して、プレーンは塩とオリーブオイルのトッピング、ロカボは抹茶とのトッピングがおすすめです。
ちなみに塩は季節ごとにぴったりな塩をお店がチョイスしてくれて、チーズケーキと一緒に届けてくれます。今はフランス産のレランド塩をお届けしています。それでは今度こそ食べていきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。まずはプレーンから、じゃあ普通に食べていきましょうかね。はい、これ半解凍ですね。そうです、半解凍状態ですね、はい、いただきますよ、うん、おー、一気にいっちゃう。思ったよりしっかり甘い、うんうんうん、超クリーミーね、うん、すごい、おいしい。ちょっと半解凍ってのはやっぱいいよね。うん、まあ、本当クリーミーな柔らかさ甘さはあるんだけども、うんうん、ところどころねシャリッとした感覚まだ残ってて、うんうん、これ本当ね夏なんかは暑くなってたら本当に全然冷凍庫から取り出してすぐ食べてもいいくらい。あ、うん、そう、なんかその凍った状態でもシャリッとして、ね、あのアイスジェラートみたいな感じで食べれるっていう風に。美味しい、美味しいよ。じゃあ続いてはですね、半分食べたところで、おすすめしているオリーブオイルと、え、全部食べちゃった。おい、台本ちゃんと読んで。書いてあった、書いてあった、半分食べてって書いてあった。美味しかったもんで。あ、まあ、気持ちは分からなくないですが、ちゃんと台本は読んでください。すいませんでした。あの半分食べたところで、もう半分はおすすめの、あ、いいな、あの、はい、オリーブオイルと、うん、あのお塩をちょっとトッピングして食べてみたいと思います。そう、ちょっとだけくっついてるなんでいいですか。ちょっとだけあるからくっついてるやつ。あ、なんかお塩が、これ本当フランス産のすごいおしゃれなお塩だ、ね、お塩でなかなか日本じゃ食べれることできない。ゲラント、ゲラントします。うん、どうどうよ、どれどれ、うん、これは、うん、びっくり、びっくり、どれどれ、なんか本当に塩がですね、うん、全体的に味を引き締めてですね、うん、オリーブオイルがね、うん、風味を広げていくような感覚、うん、これは初めて新しい食感。これは、もう店舗がファボリがおすすめしてるだけある、松山シェフがおすすめしてるだけあって、うん、これは本当美味しいですね。チーズケーキに塩とオリーブオイル初めてですけど、ね、そうそうそう、合うんだなっていう、これは発見ですね。続いてはロカボローシュガーをいただいていきましょう、はい、これも半分だけ、ね、半分ね、まずは半分だけ普通に半分よ、半分、よいしょ。色があれですね、うん、違うんですね。どれどれ、茶色っぽい、うんうん、うん、同じの全然、おお、全然チーズケーキだね、うん、すごい、うんうん、普通にほんのり甘いし全然、ね、こっちでも分かんない分かんない、うん、こっちはこっちでなんかそういうカロリーオフとかっていう感じは全然しないけど、うん、なんか違った味はね、違った味はしてて、確かにちょっと違いますけど、うん、美味しい。大豆じゃない、きな粉、大豆と、大豆ときな粉、大豆ときな粉、うん、きな粉のなんかそういう風味っていうのは出てるよね、うんうん、まあ、色もね、なんかそんな感じの色もしてるし、うん、はい、うん、ということで、じゃあ今度はちゃんと半分残してる、はい、でここにですね、店舗がおすすめするロカボは抹茶をトッピングするといいっていうのをおすすめしてるんで、抹茶をちょっとパラパラと、はい、大豆きな粉ですからね、そうそうそう、確かに和スイーツみたいな感じで合いそう、うん、そうそうそう、あ、なんか匂いが、あ、抹茶の匂い、どんくらいかけたらいい、これ、おお。まあ、スイーツだわ、おお、うん、うん、合う合う、合いますね、あんことか、あんことかも合いそうですね、普通に、うんうんうん、美味しい、一気に和スイーツになりましたね、うん、これはこれでこの食べ方、うん、いや、ほんとなんか心が落ち着くスイーツみたいないいですね、お茶とも合いそうですね、うん、ね、お茶いいよね、そうそうそう、確かにね、いろんな飲み物とこれね、
組み合わせてもね、うん、結構面白いですよね。さっきのプレーンの方はなんかお酒とかにもね合いそうだしね、絶対合う。ワインもそうですけど、日本酒なんかも実は日本酒とお菓子合うんですよね。合ったりするよね本当に。一応コーヒーを今日勝手に持参したんですけど、何でもやめてよ、何でもこんなさ美味しいチーズケーキ、高級なねチーズケーキ、そのマグカップはないんじゃないの。牛だからかわいいっしょ。美味しいです。ということで、代官山チーズケーキ全国どこでもお届けできますので、ぜひ召し上がってみてください。はい、現在はね EC サイト購入できるようになっていますので、おですが、うん、いつまた完売になるか分かりませんので、ご注文はお早めに。本日の特集は VTuber と遊んでみたということで、オンスタで活躍するバーチャルメンバーの明星美奈子さん、三角ポリカさんをお招きしてトークやゲームなどをしました。こちらすでに先週の月曜日には公開されていますので、まだの方はぜひご覧になってみてください。こちらはダイジェスト版をどうぞ。でーす。みなこさん、今日お昼ご飯何食べました？ラーメンです。37、38。フィンランドのデスメタルバンド、チルドレンオブボトムの曲、いきます。はい、せーの。ニューヨークと24/7。ということで、V の方がついに街にいらっしゃいましたね。本当だから全然違和感なく、そうなんか一緒に4人でやったっていう感じでしたね。そうだよね、うん、すごい普通に楽しかったです。あとマッチニューソング、美奈子さんの、うん、すごい可愛くてエンディングでも使ったんですけど、ね、ああいったバージョンもあるんだと。そうわざわざね、 V までね作ってもらって、そう、可愛い、はい、美奈子さんの、はい、美奈子さんの、はい、YouTube の方でも見られますので、ぜひご覧ください。来てください。ちなみに坂本さん、なんか V の体を欲しいみたいに言ってましたけど、はい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 、シンプルにどんな V をどんな V になりたいのかな。どんな V になりたいか、まあ一言で言うならば、うん、まあ、鈴木みのる、みのるさん、うん、あんな感じの VTuber です、ね、本当申し訳ないですけど存じない。いや、存じない、まあまあね、プロレスラーの方なんですよ ね、はい、なんかプロレスラーでね、ミノルさんってひらがななんだって後で調べてみて、かわいいなと思いました。誰だ、かわいいとか言ったら前に引き前ドライバーだとこの野郎、わかんない。どんなということでね、まあ、はい、V になりたいとまで言ってるぐらい、まあ、VTuber に夢中な坂本さんなんですけれども、 V ブームだから、 V ブーム、そうそうなんですよ。ちょっとここでですね、1個お知らせがございます。アニソンカフェスターズでですね、スターズアットベル、スターズアット秋葉、池袋の3店舗に VTuber の A4 広告を掲示することが決まりました。はい、こちらですね、応募された VTuber の方全員店内に掲示する、全員おらおら、なので、まあ、VTuber、 これを見ている VTuber の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひご応募してみてください。詳細はツイッターのアカウントにありますので、まあ、ツイッターの詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひご応募ください。続いては、くだらない動画で英語の勉強ができるチョップのお時間です。どうぞ。Sakamoto's bathroom has become a dressing room. Sakamoto's bathroom has become a dressing room. うん、今回のね、結構好きなんですよ。ありがとうございます。なんか坂本さんのボサボサした感じとシャキっていう、全然好きじゃないけど、面白かったです。作品云々じゃなくて、うん、そうそうそう。まあ、で、面白かったので、特別にこちらのジャンパーを差し上げます。おお、差し上げてこれ。あ、俺のまだもらってなかった。そうだよ。あ、そうなの、はい、あ、これもらえるんですか。あげます。あ、ありがとうございます。じゃ来ていいですか。なんか嬉しいですね。なんか空耳アワーでジャンパーもらえたみたいな。ね、ちょっとやってみたかったんです、これ。
実はね、このチョップもね、あの空耳アワー意識でやってるんですよ。あ、そうだった。そう、番組の後半のミニコーナーみたいな。このタモリクラブの空耳アワーを意識してやってるんですよ。だから本当に、はい、数少ない2人共通の好きな番組です。あ、そうそうそう、なんかすごく嬉しいですね。よかった。なんか本当に空耳ミスとしては、はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。まあね、実際何つうか応募してるけど、空耳アワー一回もね、採用されたことない。続きまして、シティグループ最新情報です。4月29日あの新製品の発売については先ほどお話ししたんですけれども、同時にですね、店舗もリニューアルいたします。内装だったり、まあ、いろんなところが変わりますので、こちらも街ニューで随時お伝えしていければなと思っております。またシティコミュニケーションズ説明会にてですね、こちらになっていますので、ぜひエントリーしてください。お待ちしております。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よかったなと思ったら高評価ボタンを、あとは感想などありましたらぜひコメントお書きください。マチニューは毎週月曜18時にアップしています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ということで次回はですね、うん、ダイス池袋店、今ね、あのお子様向けのコンテンツとして、ね、あのママさんと一緒にお子さんとなんかダイスを利用するお客様が増えているということで、次回はですね、とあるご家族に密着してその利用の様子をお伝えしていきたいと思っております。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。